どうも、メアです。どうも、アスミです。はい、はい、今日はね、サイコっていう役職があるんですけど。あー、聞いたことありますわ。はい、はい、サイコパス。まあそうですね、サイコパス、そのままですね、サイコパスミカになりきって、サイコパスをね、ちょっとやってみようかなと思いました。確かにサイコっぽい顔してますね。はい、ちょっとミカになりきってね、はい、サイコでいこうかなと今おりますよ、ね。はい、まあ、最後取れればの話ですけど、はい、というわけで、はい、最後のある部屋でやっていきたいと思います。それではいきましょう。ゴー、メアゲームズ。私が最後になりたいのよ。私が最後よ。霊能者よ。ぽい霊能者なのに最後ぶった結果っていう動画にしますよ。サイコはあれですね、関わったものをすべて殺すと。人狼が噛もうとしても死ぬし、占い占おうとしても死ぬと。占い師がね、もう最悪のやつです。ゲイルに、ゲイルっぽい。カミングアウト、いい朝だつってカミングアウトしましたね。ゲイルが3人いますね。サイコ狂人いますね、多分。そうね、サイコ、いや、サイコいいのかな。ゲイル、お前サイコだろ。かわいそうに、相変わらずの顔面。死んだを。いや、可能性としては、あの、人狼、うん、だから人狼狂人が出てて、後から真が出たっていう可能性はあるわね。まあ、サイコは占い師殺せるんで、うん、占い師として出るよりは、うん、あれですよね、グレーで潜伏していた方がいいかもしれないですね、うん。出ます。はい、サイコパスミカ霊能者として登場。かかってこいや、ゲール。もう完全にゲールを敵として見てますね、フェイさんは。まあ、サイコ黒、まあ、黒陣営2人は間違いないんでね。ローラでしょ、うん、2人連れると考えるならば、ここは占いローラが正しいかなと思います。まあ、あれですかね、占いローラにしたいわ。占いしローラだけはやめて、フェイ。顔面最後ゲール、メンタル最後フェイ。あと一人がメアリー。メアリーか。下からいきます。一応ですけど、割とこういう作戦をしてくるっていうので、ゲイルは割とね、白目じゃ白目なんですよね。うん、あえて遅いと。うん、まあ、どうせロラなんで、どっからでもって感じですけど、まあ、黒がいる場合は、キノコボンバー、オラオラオラ、顔面が枝豆なんだよ。フェイからで、とか言って、フェイ発言最高。かわいいのに。まあ、一応ね、会話を聞きましょうかね。ローラがフェイさん2回目がいいと。うん、ゲイル神明を最高っすけどね。嘘ついてんじゃねえよ、メガネキノコ。ゲイルは違う気がする。まあ、誰にも言えないですからね、うん、言ってしまえばカミングアウトの順番なんで。私を忘れないでって言った瞬間、釣り報告が来るって。かわいそう、メアリー。あ、大丈夫ですよって。うん、多分狂人だね。あ、これ、ん？フェイが最後にローラが素人だけ伝えとくよって言ったじゃないですか、うん、でさっきローラはフェイを釣ってほしくないって言ったじゃないですか。嘘。はい、言いましたよ、多分。フェイは後がいいって言いましたよ。ローラが、ローラがです、ローラ。え、ローラ白さ捨てるからでしょ。うん、あ、そっか、あれね、囲ってるってことね。
もうできちゃってんのかな、わかんないけどね、まあ、単純に白出ししてくれたからっていうのもありますけどね。うん、そっか、サイコいるから占い先言った方がいいのか。いやでも占いいるんじゃないですか。メアリーに入れましょう。10秒前、俺死んだらアンナ最高や。まあそうですね、アンナが最高だけはやめて。そんな柄じゃねえんだよアンナは。はい、というわけでね、私が進行役のミカよ。まあ、メアリーは狂人で読んでます。あんな簡単にね、あの釣られいいよって言わないんですよ、太鼓さんにいる中で。まあそうですね、はい、メアリーは人狼ではないと、はい、いうことね。であれば次はフェイを釣りますわ、まあ、グレーに2人いるんですかね、やっぱ黒は、うん、この見て、このピローンっていう一本がミカっぽくないですか。逆にね、ミカも髪の毛乱れてっか、一本だけピローンって出てるんですよ。そこを意識した立ち回りをしていきたい。でもこれ占いロラでどっちも人狼側の役なしだったら、うん、狂人最高だったら、うん、あれですかね、最悪だね。いや多分でも可能性高くないですか。確かに、でも最高がね、占い師で髪型だった。待って待って、ん、え、占いましたね最高。クリスを占ったら死んだ。え、ちょちょ、クリスが後で死にましたよね。うん、どういうこと？噛んだんだ。あ、クリスが噛んで。いや、クリスが。誰が死んだ？占い師誰か死んだでしょ。クリス人狼です。サンドラが最後だったんじゃない？あ、じゃあジェシカが。最悪やこれ。やられていく。あれ最後噛まれたら死ぬよね。最後噛まれたら人狼が死にます。待って、いや死ぬんで確か。はい、人狼占い師狩人。あ、襲撃結果死なないわ。あ、ってことは占い師は死んでないんですか。占い師は死んでないのよ。だから占った相手が最高だ。クリスかジェシカが人狼なんだよ。はい、クリスかジェシカが人狼でサイコはまだ生きてるって感じですね。え、じゃあなんであと一人どうやって死んだんですか。え、だからジェシカは狼が、ん？そっか。あれどういうこと？ちょっと待って。ややこしくなってきた。どういうこと？頭悪くなった急に。クリス。最高慣れしとるやつおらん。最高慣れ。最高不慣れなんですよ。最高慣れ。インスタ映えみたいに言うやん。インスタ映え。ジェシカが最高噛んだってことでしょ？クリスは？クリス何で死んだ？そう。え？待って、クリスは何で死んだのじゃ？ねえ。何？バグ？ん？バグ？クリスは人狼に？サイコは死なないですよ。うん。それ言った方がいいんじゃないですか。クリスはなぜ死んだ？
そう、2人死んだのが分かんないですよね、うん、マジでバグ見つけました俺ら。あ、なるほどね。いやでもだとしても、あ、狩人が最後守ったんだ。そういうことか。はい、言いましょう言いましょう。これですよ、うん、名探偵コナン。それだ、そういうことだ。気づくの遅くね俺ら、うん、遅すぎたみんな納得じゃあクリスかジェシカが狩人だったんですよ。じゃあこれ負けじゃね。賢いって、やった、褒められた。いやてかみんな気づくの遅いっしょてか最後強くねゲールおもろいな。人狼に噛まれて狩人が最後守った、うん、はい、だから狩人が守りそうなやつ。え、これ PP じゃないの。いや狂人釣ってたら、いやこれ PP っすよ。今何人っすか。だって人狼サイド多分3人いますよね。4人。あ、まだ平気か。そっかそっかそっか。なえてなかったらこれ俺らまだ考えてもしれませんからね、うん、10秒前。結局もうここで黒つないできついってことでしょ。ローラ占うね。ゲイルやるやん最後強くね。最高なりしとるやつおらんが一番。なんかローラ黒っぽいんすよね。うん、ここでヘボルトは一生の不覚。ゲイル許さねえ。ゲイル新滅説が。そういうことか。カリウドがいたな、忘れてたわ。サイコ超強くね。サイコ超強くない。サイコやばいっすね。え、これ黒って出んだっけ。黒って出るはずだっけ。サイコは、サイコ出ないんじゃないですか。白でしょ。出ないんだっけ。これでもフェイが人狼だったら熱いんだけどな。サイコはサイコって出るんですかね。霊能でしか占いで、占いじゃない、う、見れないじゃないですか。多分人狼か人狼じゃないかでしか出ないと思うんで。ああ、そっか、人狼じゃないでしょ。じゃあ、いやー、サイコっぽいなフェイ。まあそうですね。うん、ミスったって言ってましたからね。うん、まあ、ゲイルはだから強か真で見ていいと思いますよ。いや俺ゲイルは真読みっすね、こうなると。まあ、ゲイル真じゃないとピーで、ゲイルが多分ね、うん、ローラに黒出しすると思うんですよ。僕ローラ黒だと思ってるんで。ゲイル噛まれるんじゃないですか。もう確かにローラ占うっつったもんね。だからもうそしたらローラ行くしかないでしょ。ローラ行くしかないね。いや俺死ぬわ。そうだ俺死ぬわ。カリウド死んでんだもん。ああそうです。ちょっと面白いですね。ちょっともう一回見てみましょうか。最高おもろいですね、ミカとして。そりゃそうなるわな。墓場がどうなったか気になりますね。うん、えって言って、えフェイ守ったって言ってそうだよね。こいつらバカかとか言ってるじゃないですか。確かに早く気づけ、うん、ハリウッドの存在忘れてんだろ。忘れてると思われてそうだよね。あ、フェイ人狼？いや、人狼じゃない。ちょっとサイコに惑わされていろんな考察ができなかったから、ここはちょっと申し訳ないですけど。
狩人って気づくな。でも俺死んじゃなかったらさ、別に。人狼と狩人の両方が最高あってた。ちょっとわからないんで、よくちょっと結果まで見ましょうよまあでも人狼、でも確かに、サイコが一人いるじゃないですか、うん、それを人狼が狙うじゃないですか、うん、じゃあ人狼死ぬじゃないですか、うん、で狩人がそいつを守るじゃないですか、うん、狩人死ぬじゃないですか、うん、二人出ますね、それでも。どういうこと？だから人狼が、人狼と狩人がどっちも狙うんですよ、サイコ。あ、サイコじゃあどっちも死ぬじゃないですか。あ、そういうこと。その説も ありましたね。あ、そういうことか。フェイズ、それはずっと言ってたんですよね。でもそれないって言ったときに、テヘペロとか言ってましたけどね。うん。多分、後から気づいたんじゃない？いや、でもそれもありえますよね。うん。最初言ってるの、言ってることの方が合ってるんですよね。うん。人狼が最後、ほら、人狼が、多分だから二択っすよね。だから、で、狩人が守ったってことでしょ？だから、狼が死んでる可能性もあるってことですね。そう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 。で俺たちが言ったのは、狩人が守って死んだのと人狼が違うやつを噛んでってことですね。うん。フェイは真なのかどうか答えないんだけど、真じゃないんだったら別によくない？なんだったんですか？知らん。サイコっぽいな気もするけどね。サイコっぽくない？フェイ、サイコ。うん。でフェイ守ってるのとフェイがフェイを噛んだ、フェイ噛まれ位置ではあったわけじゃないですか。結構そうなんですかね。占いロラーで狩人は、まあだからミカは行かないって読んで、うん、占い師は誰か適当に守っとくかって死んだパターン。どうだろうな。メアリー強人だと思うんだけど、まあ、そこはいいんですよね。ミカさん守らなかったことっていうのは、まあまあまあ、ここはその裏を読んだ、裏書いたとですよね。でメアリー強人は合ってるわけじゃないですか。ゲール真っすね多分、うん、で人狼が一人死んでるなら、うん、まあ、あと人狼一人じゃないですか。そうね。なるほどね。30秒前。すごいっすね。狩人も占い師も、あ、狩人も人狼もどっちもフェイを真と見たっていう。そうでしょう。まあそっか、ゲイルとフェイの2分の1だったら10秒前。どうして2人死んだかの、あの間がやべ、やばいよな。でもあそこ実際分かんないっすよね正直。俺もピカッと狩人ひらめきました狩人おったってなってってことは人狼はあと1人ってことか。いや、まだわかんないですから。でも俺たちが言ってた説もありますから、うん、人狼の髪が成功してるパターンがあるから、うん、人狼1か2かはまだわかんないですよね。そうね。いや、俺がゲイルを最後まで残した意味をちょっと考えてほしいな。ゲイルローラしろって言ってます。そこ見てないですね俺ら。ローラ占いって言ってましたもんね。ローラしろ、うん、でエマ・アンナローラがしろってことはサンドラが人狼っすね。え、エマ・アンナもしろっすか。ゲイルって誰と誰が占いしたっけ。まだローラしか占ってないでしょ。ローラ、いや、エマしか占ってる確か。で、アンナも白って言ってる。アンナ白。アンナ白。エマ白だから。え？だからサンドラ。あ、じゃあもうサンドラ決定か。うん。これサンドラ人狼だったら結構いい感じに最終的な考察いきましたね。そうっすね。でここで噛まれて、2-1なんで、まあ、ギリギリ市民勝ちっすね。うん。この最後のね、ローラのね、終わらなかったらサンドラさんっていうのは結構いいっすね。うん、発言はしっかりと村を考えての発言、はい、ローラ噛まれそうですね。そうね、ローラ噛まれるだろうね。
じゃあやっぱり狩人と人狼の矛先が同時にフェイを、うん、そうね、フェイってことだね。それが多分正しかったと思いますよ。しかもここランダム投票になったんだけど、でもこれサンドラに入れたやつが生き残ったあんなかな、あんな行きましたね。まあ多分こうなったらこれローラとエマが入れれば市民勝てるんで、うん、そうですね。まあローラエマはゲイルから白出しももらってるんで、最後仕事しましたけど人狼までやっちゃったから、そうね、難しいとこではあるけど、いやでもかなりぐちゃぐちゃになりますね。いやわけわかんない、面白い、面白いですね。最高サイコいるとこのバランスぐらいが割とこうやって考えるとちょうど良かったりもするのかもしれないね、うん、だってこう狩人って気づくまでに相当時間かかりましたからね。うん、まあ、でも慣れてる人、サイコ慣れしてるゲイル、うん、ゲイル区長で言ったらサイコ慣れしてる人たちはまあ狩人って一瞬で分かるか。いやこれサンドラ、いやサンドラ黒だよ、だってローラアンナで分かってるはずなのにローラがいきなりエマっつってんのが、うん、これ意味わかんないですね。ローラ大丈夫か、頼むぞローラ。え、これゲイル死んって言いました？ん？ゲイル死んでした本当に。ゲイル死んだよ。うん。じゃあもう。てかゲイル死んじゃないと多分あの出方しないんですよ正直。あれ人狼がやるのって相当デメリットしかないんで。え、でもこれサンドラしかないけど。うん、サンドラしかないんですよね。まあそうですね。まだゲイルとフェイルがどっちが死んか分かってないからこの人たちは。うん。占いが定まってないからな、占い師が。そうなんですよね。いやもう俺残ってたらもう余裕のよっちゃうんですよ。ゲイル新目で見てたのが目安坂だけなんで、俺だけでしたね。もうこの人たちからしたら誰が進化しまだは定まってないですもんね。うん、まあ多分フェイが新目で見てるでしょうね。うん、でもフェイを新目で見てるからこそさっき、まあ難しい、ここマジ難しいですけど、狩人と人狼がフェイを一緒に行ったっていうのを考えて、いやもうローラサンドラしろっつってるわ。ゲイルが真っていう説をちょっと考えてほしいな。うん、ゲイルさんが偽なのも分かってるもんねって。そう、ゲイルは真なんですよ。ゲイルが偽っていうので確信を持ってるのがちょっとよくわかんないですね。どの情報から？まあ一応あのルールとしてあの誰でも歓迎にしてるんで。まあそうですね。はい。まあ初心者の人も入ってきてはしまうと。まあこれ上級者とか中級者にするとやっぱこういう特殊ルールだと集まらなかったりするので、うん、動画として正直仕方ない部分はあるっちゃあるんですよ。うん、まあでも面白いですね。最高。おもろいっすわ。はい。皆さんもぜひぜひね、サイコ楽しんでみてはいかがでしょうか。私みたいにサイコパスとしてサイコいいっすね。人狼以外でもこの殺しの喜びを、ね、そう得れる殺しの喜び。まあでも人狼道連れにしたの結構おもろいっすけどね。いやおもろいっすね、うん、マジでなんか見れば見るほど私ミカに見る。サイコ側ももうだってあっちゃーって感じでしょ。人狼やっちゃったって感じ。しかも怒ってなんかめちゃくちゃ俺に当たってきたからな、あのフェイ。何を言ってるんだよ。考察的に俺が合ってるじゃねえかみたいな。ほら、ゲイルを顔で判断しちゃダメよ。エマ。もうサンドラがローラを黒にしようとしてる。うん、いやでもさっきローラなんでいやこれエマにしようとしてますよ。うん、サンドラ。まあ、ゲイルを信って信じれば一瞬で気づくんですけど、そう、それをしてないからぐちゃぐちゃなんですよね、うん、エマさんから。エマの黒い要素をよく考える、どこにもねえぞマジで。なあこれほらこいつもう
逆に黒にしか見えないかもしれないけど、確かに今となってはね、うん、今となっては逆に黒にしか見えないけど、時短しようかとか言って諦めんなよエマ。マジか。いやこれはでも仕方ないですよ。いやでもゲイル死んだ時に死ん、うん、終わってた、終わらなかったらサンドラねって言ってたから、そうあれを突き通してほしかった。なんでゲイルを新目で見なかったのか気になりますね。ちょっと聞いてみますか、うん、なんでゲイルを新目に見なかったんですかっていうね。エマがしかもすごい勢いで殺されに行きますからね。そうなんかエマもうめんどくさくなっちゃってる。いやまあでも確かに俺とアンソニーはそのカリウドと人狼が一緒にフェイを噛んだっていう説を分かってるから、うん、こういう思考にたどり着けてる可能性もありますよね。そうじゃなかったらもうほんとはちゃめちゃでわけわかんないと思いますね。そうですね。あそこカリウドで気づくだけで賢いと言われますから。確かにすごい部屋でした、ね、いやまあでも普通に普通にまあみんな初心者っぽかったんで、あのまあ僕らも結局最後初心者なわけじゃないですか。そうですね。まあリアサイと言っても、はい、これはサンドラ人狼と、はい、多分ね、まあ、そうでしょう、うん、ありがとうございました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 。確かに。フェイが最高。じゃあ結果見ましょうか。うん、フェイ最高。まあ、フェイ最高ですね。はい。じゃもうで最初のジェシカが人狼で噛んだんですね。でクリスがカリウトだった。そう。じゃあやっぱりフェイをどっちも新目と見て。うん。なるほど。いや面白かった。面白いですね。最高。またちょっとね、まあ、生配信とかで最高使ってやってみましょうか。うん、ですね。はい。なんか視聴者の人たちと一緒にやっぱ人狼とかやりたいなって思うんで、うん、はい、まあ、なんかツイッターとかでね募集したりとかも。生ではできないんでね。まあ、生配信だとやっぱそのあのね誰が見てるかもわからないので、そうですね、うん、あのよかったらねツイッター下の方にねあの貼ってありますんで、はい、こちらフォローしていただければ。今から人狼動画撮りますっていう感じでよかったら参加してくださいっていう感じで募集することもあると思いますので、よかったらよろしくお願いいたしますわ。はい、ということで僕もゲーム実況やってるのでチャンネル登録の方、はい、よかったらよろしくお願いします。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。